戦いは終わり、血のように赤かった夕日も沈み、今では夜の闇が戦場を支配していた。亡骸で埋め尽くされた丘を騎士は息を切らして走っていた。騎士の手には手綱が握られ、傷ついた白馬が懸命についていく。生き残ったのは騎士とその白馬、そして白馬の背に倒れ伏した一人の王だけだった。沖を確かに、あの森までたどり着けば必ず。騎士は血に濡れていない森を目指す。彼は王の不死身性を知っていた。故にどこか清らかな場まで抜けられたのなら、王の傷は癒えるのではと信じたのだ。いな、そう信じるしかできなかった。彼は国に仕えたのではない。彼はこの王だからこそ剣を預け、力になろうと邁進し、弱敗の身でありながら王の近衛にまで上り詰めたのだ。素顔の見えない王、史上を隠し公平無視であろうとした少年。身近にまで行けば王の素顔が見られるのではと期待した。だが彼が知ったのは、彼の期待とは裏腹の事実だけ。かの王が自分のために笑ったことなど一度もなかったのだ。それに怒りを覚えたのはいつからだろう。騎士はいつかこの王の干ばせに光が与えられることを願うようになった。だが王はまだ孤独のまま。故に騎士は王の死を拒み続けた。たどり着いた森で騎士は王の体を大樹に預けた。王、すぐに兵を呼んでまいります。どうかそれまで辛抱を。ブリビエル。王、意識が戻られましたか。うん、少し夢を見ていた。夢ですか。そうだ、あまり見たことがないのでな。貴重な体験をした。それはではどうぞお気遣いなくお休みください。私はその間に兵を呼んでまいります。おう、何かご無礼な点でも。いや、そなたの言い分に驚いた。夢とは目を覚ました後でも見れるものなのか。違う夢ではなく、目をつむればまた同じものが現れると。はい、強く思えば同じ夢を見続けることもできるでしょう。私にも経験があります。そのようなことはない。夢とはもともと一度きりで連続しないものを言う。それでも騎士は偽った。これが最初で最後の王に対する不正と詫びて。そうか、そなたは白色だな、ベリビエール。ベリビエール、我が名剣を持て。よいか、この森を抜け、あの血塗られた丘を越えるのだ。
その先には深い湖がある。そこに我が剣を投げ入れよ。おお、それは行くのだ。ことを成し得たのならばここに戻り、そなたが見たことを伝えてほしい。そうして騎士は三度にわたり剣の返還をためらった。騎士は王を惜しむあまり剣を捨てられず、湖からきびすを返し王のもとへと立ち返る。だが王はそれを見抜いていた。剣を捨てたと告げる騎士に王は命を守るがいいとだけ返答する。だがそれも終わり、もはや王の意志を変えられぬと悟った騎士は三度目にして剣を湖へと投げ入れた。聖剣は湖に帰る。三度にわたり丘を越えた頃、森は朝日にけぶっていた。戦場跡は遠く、血塗られた戦いの面影などない清らかな薄もやの中、湖に剣を投げ入れてまいりました。剣は湖の婦人の手に。確かに。そうか、ならば胸を張るがよい。そなたはそなたの王の命を守ったのだ。すまないな、ベリビエール。今度の眠りは少し長く。見ているのですか、アーサーを。夢の続きを。天は遠く、晴れかかった空は青い。戦いはこれで本当に終わったのだ。つぶやいた言葉は風に乗る。眠りに落ちた王は果てのない青に沈むように、遠い遠い夢を見た。